こんばん渡辺。こんばん渡辺。僕は先日、うん、大阪での僕らのユリイカの全国握手会でミルキーと三田真央ちゃんのレーンに並びました。 ありがとうございます。僕が緊張していたところ、うん、ミルキーにパンツ何色と聞かれてびっくりした僕は何も答えられませんでした。そこでもったいないな。そこで質問です、うん、最近あった握手会でのエピソードを教えてください。次はリベンジしますのことです、そんなこと言ったんですかミルキーさん。だって気になってもんな。気になったんですか。AK ら何色なんじゃ今日。今日秘密。じゃこっそり教えて。え、こっそり、はい、こっそり黄色。あ、言ったじゃミルキーさんはミルキーさんの衣装。嘘やん。じゃこっそり教えてください。こっそり、うん。うさぎちゃん。面白い。面白い。うさぎちゃん。うさぎちゃんなんですか。可愛いですね。やろ。はい。握手会エピソードは。握手会エピソード。なんかやっぱり私あの14歳やから何喋っていいかよく分からないって言われるんですよ。ああ、14歳やからな。そう。だから何やろな。まどんなこと言われるの。どんなこと。なんかミルキーさんみたいにパンツの色とか何色とか聞かないです。じゃあ今度聞いてみたら。え、嘘。別にキエラが聞いても何とも思わへんね、はい、パンツ何色って言ってみて。わかります。言ってみて今、はい、パンツ何色。ほら全然聞かれても面白い。嘘、うん、じゃあ今度言っちゃうもんパンツの色。何あ、黒。あ、嘘や。言っちゃいますか、うん、じゃあ言ってみます、うん、でそれであの私より年下の子もいたりとかいます、うん、なんか憧れて。そうですね、す一緒の年の子とかがよく来てくれたりとか、女の子が多いかなって思います。そうなん。そうなん、ね、女の子が多い。なんか面白いことないの。こんなこと言われたよとか。びっくりしたことは、うん、え、ミルキーさんとかよく言われてペロペロって言われた。え、そんなん言われた。言われた。え、なんて言うのそれ。言われた。びっくりした。あ、びっくりした。そう。え、ミルキーさん言われますか。そんなん言われた。何言ってるんですか。って言うもん。じゃあ私も言います。それ何言ってるんですか。間が合わない。何言ってるんですか。どういうこと。何事や。言うから大丈夫。 OK です。じゃあ、うん、次言われたらそう言いますね。うん、言いそう。あかんで。あかんで。ほんまに逮捕やで。逮捕やで。逮捕ちゃうちゃうぞって言ったやん。 OK です。そうし、その嫌なこと言われたら、はい、逮捕しちゃうちゃう。 OK、うん、OK だよ。はい。私の握手会エピソードですか、はい、変わったことないからな。普通やから。そう、パンツの何色で変わってる。え、変わってないよそんな。え、もっと過激なこと言ってるんですか。え、パンツ何色って過激じゃないよ。過激コミュニケーションや。全然。どんなコミュニケーションの。なんやろな。どういう方が多いんですか。最近なんかいろんな人が来るな、うん、来てくれるな。なんか女の子もいっぱいいるし、うんうん、でもなんか、うんうん、あんまりチャラチャラした人とか来おへん。あ、ちゃんとスーツとかちゃんとした人がいっぱい来てくれる。学生とか多そう。やっぱ私に似るんやなと思う。ちゃんとした人がいっぱい来てくれる。そうですね、確かにね、うん、え、小さい子とは来ますか。小さい子めっちゃ来てくれる。あ、癒されますよね、うん、かわいい。かわいいってなる。ちっちゃい子かわいい。そうですね。じゃあ次リベンジしてください。この二さんは、はい、リベンジしてください。でも覚えてないからちゃんと言ってくださいね。私確かにパンツの色聞かれましたって言ってください。今日の色は何色ですって言いに来てください。はい、お願いします。お願いします。